回のあらすじ。スウェーデンとの戦争に大勝利を収め、ヘルネ公国が主導する神聖ローマ帝国の権威は、これまでになく高まった。カール2世は、この権威を背景に、帝国諸侯たちの外交特権を召し上げ、諸侯たちに、神聖ローマ帝国に対しての忠誠の誓いを要求した。しかし、オーストリア大公国を筆頭に、ブランデンブルク戦帝国、プロヴァンス公国が反対し、神聖ローマ帝国からの離脱をほのめかす。カール2世は、レイナウト皇太子の意見を取り入れ、ブランデンブルク戦帝国とプロヴァンス公国との間に盟約を結ぶことで自陣営に引き込むことに成功。こうして、帝国議会で、諸侯特権の廃止を認めさせ、反対したオーストリア大公国は神聖ローマ帝国から離脱した。そして、ついに、31の帝国諸侯を束ねる神聖ローマ帝国の初戦が幕を開ける。ドン！キリタン、元ネタがわからないほどセリフ略しすぎー。帝国諸侯ファンネルのみんなは、乗り込めー。はい。見せてもらおうか。新しい帝国諸侯ファンネルの実力とやらを。あ、アカネさん。キリタン、オスマンが、ライバルにふさわしくなくなっちゃったみたいよ。我が神聖ローマ帝国が、オスマン帝国を凌駕したんですね。素晴らしい。今まで、オスマン帝国に金融をしてきたけど、取り消さんとあかんな。では、オスマン帝国に対する金融処置は取り消しておきましょう。ミラノ軍には逃げられちゃったけど、帝国諸侯ファンネルの皆さんがミラノ領を蹂躙しとるな。これは完全なオーバーキルですね。もっと戦果を拡大して、帝国諸侯の全力を見せてもらいましょう。これが、強権に刃物を持たせた結果なんか。ということで、トスカーナだドン。キリタン、またまたセリフ略しすぎー。みんな、乗り込めー。はい。コモンウェルス軍に格攻撃破されないといいですね。キリタン、北バルト海で海戦が始まっとるようやで。これは小競り合いですね。キリタン、カリシュで大規模戦闘になっちょるで。1678年1月28日、カリシュの戦い、勝利。大打撃を食らっとるやないかーい。勝てばよかろうなのです。こちら側の戦争兵がバタバ。ヘルレ公国民の使者じゃないので OK。オニア。父上、キリタン最小の横暴を止めるべきです。これでは諸侯の心が、我がヘルレ公国から離れてしまいます。何をおっしゃいますか。豊かなイタリアを得るためには、多少の犠牲は必要でございます。我がヘルレにとっては些細な犠牲でも、規模が小さな諸侯では、致命傷になりうるのだ。レイナウトの意見を是とする。キリタン最小。はい。我が皇帝陛下。今後は開戦する前に、よとレイナウトに報告せよ。よいな。しょ、承知いたしました。我が皇帝陛下。なんだあれは？わざわいだわざわいだ。きっとこの戦争に神がお怒りなのだ。父上。あれは、もっと啓蒙された時代に生きていれば。レイナウト、彗星など、歴史上何度も現れている。ただ、その頻度が少ないだけだ。その度に世界が滅んでいたら、いくつ世界があっても足りぬな。はぁ。とはいえ、些細なことで恐れ、騒ぎ立てるのが民衆というものだ。キリタン最小、直ちに国内を安定させよ。はい。ただいま。うむ、あとは任せる。はい。お任せください。レイナウトが邪魔だ。キリタン。彼はもう44歳。そろそろ退場してもらいましょう。あかん、これ。1678年4月、プロヴァンス軍がミラノの首都を攻略。では、講和交渉を始めましょう。ノバーラはサヴォイ公にプレゼントしてあげましょう。残りは、我がヘルレ公国が接収します。侵略的拡大がかかか。鋭意管理。見たからよし。何を見てよしって言ったんですか？そして、224ナカットの側近払い。この、寛大な講和条件を飲んでもらいましょう。寛大とは？1678年4月27日。
ヘルレのノバーラ征服戦争は我々の決定的な勝利で終わりました。224のカット、美味しいです。1678年6月18日、ロマーニャを占領。これでトスカーナの全土占領が終わりました。あとはコモンウェルスですね。1678年10月24日、ウラの地でコモンウェルス軍と交戦開始。おう、士気で圧倒しとるやないか。大軍に低くたる傭兵など必要ない。ひたすら前進し攻撃せよ。11月8日、ウラの戦い勝利。まあまあの戦果やな。コモンウェルス軍をあまり恐れなくても大丈夫そうですね。1679年2月17日、特に見どころ3もなく戦勝点が 99% に到達。そろそろ講和交渉を始めましょう。今回は再征服 CB なので一括講和で領土返還を迫ってみましょうか。リトアニア領と戦争目的の強行領、ポロツクの丘陵返還を要求して、さらにアンコーナを強行領に、モデナをヘルレに割譲させましょう。そして戦勝点の隙間は側近払いで埋めましょうか。こんなところでしょうか。1679年2月18日、ヘルレのウンブリア再征服戦争は我々の普及の勝利で終わりました。220デカット、美味しいです。今日は起きても大丈夫なのかい？はい。今日は少し気分がいいですわ。カール様、スコットランドを再興していただきありがとうございます。ふふ、エリザベスよ、それは9年も前のことではないか。あら、そうでしたっけ。だとしても何度お礼を申し上げても足らないことですわ。僕もエリザベスに何度礼を言っても足りぬ。あなたと出会わなければ僕はここまで来れなかった。人々は僕が神聖ローマ帝国を大国に押し上げたというが、エリザベスこそがこの神聖ローマ帝国を強くするきっかけを与えたのだ。わらわは小賢しく口を動かしただけですわ。実際に汗を流し帝国を作り上げたカール様には遠く及びません。エリザベス、申し訳ございません。少し眠くなりましたわ。ゆっくりと休むがいい。もうこの国のことはレイナウトに任せても大丈夫だ。明日存分に話をしようではないか。そうですわね。たくさんお話ししましょう。約束ですわよ。うむ、約束だ。父上、母上が。エリザベスは死なぬ。父上、エリザベスが僕との約束を破るはずがない。父上。キリタン、エリザベスちゃんが。ふふふ、さすがのカール君も衰えましたね。国政のほとんどをレイナウトに丸投げしてすっかりふぬけ人間に落ちぶれましたよ。これで私の仕事がやりやすくなりますね。てめえの血の色は何色だ。我が皇帝陛下、皇太子殿下、キルデアの横暴は凄まじく、我が神聖ローマ帝国諸侯であるティアコネルにも圧力をかけてきております。このまま座死すればスコットランドだけにとどまらず、ヨーロッパ全域に神聖ローマ帝国恐るるに足らずという風評が立ちましょう。今こそキルデアを打ち果たし、スコットランドを完全に我が神聖ローマ帝国の支配下に収めるべきでございます。トスカーナとの戦争から1年しか経っておらぬではないか。今は諸侯たちの回復を待つべきであろう。レイナウト、余はキリタン宰相の意見を是とする。父上。お前は慎重すぎる。スコットランドの動乱は速やかに収束させるべきだ。ですが、キルデア相手ならヘルレ公国軍だけで攻略できよう。諸侯たちには自国の守備に専念させるように通告すればよい。わかりました。キリタン宰相。はい、我が皇帝陛下。これからもよろしく頼む。頼りにしておるぞ。もったいないお言葉でございます。聞きましたか、茜さん。あのカール君が私にすがってきましたよ。カール君も年を取って覇気がなくなってしまうたな。
ふふふ。これなら、邪魔なレイナウトを処分すれば、いいように操れますね。人の心がないんか。ということで、キルデア征伐だどん。キリタン、またまたセリフ略しすぎ。みんな、乗り込め。はい。さすがにこれは圧勝やろな。皇太子殿下、キルデアの首都を攻略いたしました。うむ、キルデア側で参戦してきたヘローンの人も城壁突破を果たしているな。キルデア軍はデズモンド要塞で守りを固めているようですね。あとはコークの地で全軍を集結させてデズモンドをキルデア軍の終焉の地としてやりましょう。相変わらず戦争の手並みだけは大したものだな。この戦争は終わりが見えました。あとは皇帝陛下にお元気になっていただければ言うことなしですね。うむ、母上が亡くなられてからすっかり気落ちなされている。痛ましいことだ。気落ちというものでございましょう。体を動かすことで気晴らしになるのではないでしょうか。なるほど、そうかもしれぬ。今の時期に体を動かすものといったら何がいいんでしょうね。今の時期は狐狩りであろう。鴨狩りも良いな。なるほど。でしたら名工に作らせた一品の領事を後で進呈いたします。親子水入らずで漁を楽しめば皇帝陛下のお心も晴れるのではないでしょうか。ふむ、心遣い感謝する。忠実な臣下として当然でございます。ということがあったんですよ。おう、キリタンにしては気が利くやないか。どんな名工に作らせた領中なんや。スパルツリレーでお近づきになったマリア・テレジアさんに紹介していただきました。まさか。ふふふ。あとは年老いたカール君を手のひらの上で転がしてヘルレ公国をもっと大きくしましょう。あかん、止めに行ってくるわ。無駄なことを。もう間に合いませんよ。皇太子殿下、カモです。うむ。あむむむ。皇太子殿下、ウサギです。今度こそ。あ、うん。あ、また逃げられた。皇太子殿下、船です。今度こそ。もうよい、その銃を貸せ。レイナウト、お前は慎重すぎる。気を逃さず、ためらわず引き金を引くのだ。このように。うは、父上。大変だー、銃が暴発したぞ。天よ早く。ふふ、レイナウトの慎重さが身を助けるか。父上、お気を確かに。これだから、人生は面白い。父上。1680年12月22日、効力大帝と称えられたカール2世は、ありえない狩猟事故によって急逝した。神聖ローマ帝国を立て直し、世界帝国の礎を築いた彼の人生は、世界史に燦然と輝く巨星であった。Thank you.
レイナウトは大丈夫であろうか？責任を感じていないと良いのだが。きっと大丈夫さ。父上。疲れただろう。ゆっくりと休むといい。お前は200年分ぐらいの仕事を果たしたのだから。これも、エリザベスのおかげです。ふふふ。お前たちは似合いの夫婦だよ。さあ、行こう。みんなが待っている。はい、父上。ふふふ。最愛の息子を事故で亡くして、途方に暮れるカール君の顔を、お飲みに行きましょうかね。って、あれ？よくものこの子と顔を見せに来たな。ゲー！レイナウト！帝国を腐らせる、この極悪宰相を捕らえろ。よい。こうなったら。うは。おのれ、怪しい魔術を。私ほど、ヘルレのために働いてきた人間はいないのに。何を抜かす？貴様は体重を腐らす害虫だ。ぐぬぬ。次の世界戦で、私の理想の国家を今度こそ作ってやる。消えた？やはり、キリタン宰相は悪魔だったのか。キリタンに対しては、記録抹殺刑を適用するのだ。奴の名を後世に残すな。よい。迷子になってしもうた。レイナウト君やカール君は無事なんやろか？あ、2ヶ月ぶりに人を見つけたで。あ、ここがどこなんやろか？え、ここはトカチだよ。はぁ、トカチ。どうしてこうなった？